標入りや取り組みの時には大いちょうで土俵に上がります。お相撲さんが入門しますと、誰もが一日も早くこの大いちょうを植えるのを楽しみに毎日激しい稽古をしております。ただいまご覧いただいているのは癖直しと申しまして、大いちょうを植えるにあたって何よりもこの癖直しを入念に行いませんと後で瓶がきれいに出ません。髪の毛は生きておりますので、どんな人の髪の毛にも癖があります。その癖を抑えてまっすぐにするために髪の毛に少々水をつけ、よく揉んで一時的に柔らかくほぐし、まっすぐな髪の毛に直します。床山さんの手元をご覧ください。突き油を手のひらで伸ばしております。それを髪の毛にまんべんなくつけて、ほつれ毛をなくすようにしております。次に突き油をつけた髪に荒節をつけます。今度は突き串で丁寧に髪をすいております。この突き串をかけますと髪の毛に艶が出て、髪はカラスの濡れ葉色というような艶のある色になります。力士の髷を言う人を床山と言います。床山さんになりましてちょんまげを言うのに2年から3年、この大いちょうを言えるようになるには5年から10年はかかると言われております。また床山さんもこの大いちょうが立派に言えるようになりますと一人前と言われております。小山さんの手元の白い紐がご覧いただけますでしょうか。これは元湯といって、昔は黒人の日本髪によく使われておりました。元湯は紙でできておりますが、大変丈夫な紐で手で引っ張っても決して切れませんが、立ち合いの激しいあたりでたまに切れることもあります。この元湯は1日に2000本から3000本ほど使われており、1年間では約80万本ほど使われております。曲げの真ん中を持ち、髪を少し下ろして曲げ棒で左右鬢を出します。床山さんは各関取の頭の草、顔の形、髪の癖とつむじに合わせてその人に合った大いちょうを結い上げます。曲げとなるところに節をかけ平らにします。
ここで先島市で仮取りをいたします。平らになったところに曲げ棒を横にして使い、曲げ棒前に倒し、元指で上の髪を留めます。揃え串で曲げをまとめ、ちょんまげの手先を握りばさみできれいに引き揃えます。床山さんが使っております道具には串、曲げ棒、元湯に握りばさみ、先縛りがございまして、この道具だけで見事な大銀杏を結い上げます。先ほどから使っております節には、荒節、揃え節、すき節、前かきと4つございますが、いずれも全部つげでできております。これはプラスチックなどの節ですと、すき油をつけた髪の毛には10センチもすくことができません。ですから、床山さんはこのつげの節を非常に大切に扱います。この頃は、つげの節をご家庭ではあまり見かけなくなりましたが、大変高価なもので1本5万円もするそうでございます。床山さんが先ほどから細長い棒のようなものを使っておりますが、これは曲げ棒と申しまして、形は千枚通しによく似ておりますが、畳張りを改造して鉄より硬い材質でできており、床山さんが各自工夫して自分に合う長さにした手作りの曲げ棒です。この大銀杏を結うのに約20分くらいかかりますが、この間関取衆は支度部屋で精神集中のひとときを過ごしております。力士が曲げを結うのは髪を締め上げることによって全身の力を統一することにあります。また土俵の下に落ちたときに頭を保護するためにもなります。曲げの先端を手のひらと曲げ棒だけで丸い形に整えていきます。大きく開いた瓶と曲げの根元、それに竹先の蜜が銀杏の葉によく似ているところから、この曲げが大銀杏と名付けられました。ご覧ください、立派な大銀杏が出来上がりました。モデルは実演は床山の床直でした。以上、大銀杏が出来上がるまでをご覧いただきました。